双子にありがちなことをさ、どんなことがあるんでしょうか、見てみよう。おりゃとりゃどりゃ。どうも、だいぶパンチの効いたラマゾを聞きながら妻が無事出産することを祈っているアリオです。いやにしてもすごい声上げてるけど、本当に大丈夫なんだろうか。波動拳波動拳超優伝ソファーでもやってんのかおい。出産後、はぁ、無事に生まれてくれてよかった。そうだな、ガチ子、ありがとうな。よく頑張ったよ。そんなありがとうなんて、あなただって頑張ってくれたじゃない。いやいや、俺なんて何もしてないよ。ガチ子のコンボ聞いてただけ。あ、コンボ何それ。あ、いや、何もない。さあ、我が子にご対面だ。めちゃくちゃ可愛いよ。生まれる前から双子って分かってたから、もう名前決めてたもんな。そうだね。よーし、初対面。うん。うん。あるよ。どっちがどっちだ。いや、なんでリヴァイ。いや、だって当たり前なんだろうけど、双子だからどっちがありみでどっちがなし子か分かんなくて。まあそうだよね。実は私も産んどいてどっちがどっちかまだはっきり分からないんだ。自分から出したあなたも分からないんだったら仕方ないよね。あんま出したって言わないでくれる。産んだって言って。ああごめん。でも大丈夫だよ。病院からもらったこのタグがあるから、これをつけとけばいいんだよ。ああなるほど。じゃあ早速。ん、あるよ。どっちだ。だからなんでリヴァイ。もう仕方ないな、貸して。いや、面目ない。どっちだ。お前もかい。生まれたての時は判別がつかないため、名前のタグをつけときがち。ただでさえ赤ちゃんみんな似てるもんね。はぁ、そろそろこの子たちの冬服買わないとな。寒くなってきたし。あ、確かにそうだね。じゃあ俺今から買ってこようか。時間あるし。え、ほんと助かる。じゃあサイズは70くらいのでよろしく。はよ、了解。買い物後、ただいま。あ、おかえり。どんな服があった？見せて見せて。おう、もちろんさ。じゃあこっち来て。え、こっち、こっちベランダ。はい、来て来て。え？はい、こっち来て。え、ベランダ出るの？はい、あそこ見て。ええー、ドーン。いやー、やっぱり双子だからお揃いがいいし、それに可愛い服がいっぱいあっていっぱい買っちゃった。にしてもトラックの荷台パンパンってやりすぎでしょ。あんた、もう返品してきなさい。ええー、じゃない。全部。いや、全部じゃなくていいけど、選別めんどくさ。何笑っとんのお前。服を買うときはお揃いで結構な量を買っちゃいがち。結構どころじゃねえ。うん、たまには気まぐれで買い物でもしてみるか。よし、娘ちゃんたちに可愛いぬいぐるみでも買って帰るか。買い物。おお、これ可愛いな。あいつら喜ぶかな。よし、これにし。あ、ちょっと待てよ。双子ちゃんだし、一個買って帰ったら取り合いになっちゃうかな。かといって別のものを買うと、そっちの方がいいとか、羨ましいとか、でまた喧嘩が始まっちゃいそうだし。まあいいか、同じもの2個買えば。帰宅後。よーい、なし子、ありみー、お土産だぞ。パパ、ありがとう。遊ぶ、遊ぶ。うん、遊べ、遊べ。かー。やっぱり、我が子は可愛い。うん、私、こっちがいい。ダメ、これ、私の。うん、予想外の展開。双子に同じ人形を渡しても、同じ人形の取り合いをしてしまいがち。隣の芝葵みたいな。じゃあ、ママ、ご飯作ってくるから、2人で遊んでて。はーい、はい。ねえ、ありみー、YouTube 見る？私、おままごとがいい。それさっきしてた。一緒に見よう。やだ、おままごとがいい。まあしょうがないな。じゃあ後で見ようね。うん、これやったら一緒に見る。やっぱり我が子は可愛いな。ずっと見ていられ。ただいま。おかえり。よー、今日も疲れたよ。お疲れ様。ご飯できてるわよ。ご飯？何よ、ご飯嫌なの？ご飯より今は、ん？ガチ子、いただきたいな。あ、もうちょっと子供が寝てるからってそんな。あんたたち何やってるのかな。そろそろご飯はまだできないけど、 YouTube 見て過ごしたらどうかな。はーい。たくしょ、寝てると思ったらあの子たちまさか見てたとは。しかもなんちゅうところ。ただいま。ヒン、会議というわけよ。おお、マジか。ねえ、これがどういう意味かわかる？何？無邪気なあの子たちがそのおままごとをここだけでしてると思う？明日から外で歩けないよ。頼む、お金はしてないでくれ。双子を二人っきりにすると、二人でずーっと何かをしていがち。とんでもない爆弾所持してる。アリオ、どうしよう。どうした、そんな焦って。ナシコの学校でインフルエンザが流行って、クラスが閉鎖になったのよ。あちゃ、そりゃ大変だな。あれ、でもナシコのクラスって何組だっけ。なんで覚えてないのよ。自分の女娘のクラスぐらいちゃんと覚えてくださいよ。ごめんて。で、何組？まったく、ナシコは2年3組よ。それ、有美だろ。2年2組よ。よくそのテンションで言えたな、お前。双子がどのクラスか一瞬わからなくなってしまいがち。これ、兄弟の親あるあるだな。図書室に行って本借りようっと。ホットケーキを作る本があったんだよな。かわいいホットケーキ作るぞ。確かこの辺。おい、有美、後でサッカーやろうぜ。じゃねえよ。お前結構うまいけど、俺が教えたらもっと上手くなるぜ。だから、俺と。私、なし子なんだけど。はい、ごめん、間違えました。また間違えました。そうだよね。これで182回目だよ。間違え続けてる俺もやばいけど、数えてるお前もやばいと思う。まあいいよ。よく間違えられるし。いや、本当に申し訳ない。じゃあ、また。また間違える気？そのまたじゃねえよ。じゃあな。
てはあの子、アリミのこと好きなんだな。どっちかに間違えられて話しかけられてしまいがち。間違ってると言ってあなたのことを好きなのかもしれないぞ。ねえねえ、あんたたち好きな人とかいるの？まあいるけど、私もいるっちゃいるかな。青春だな、いいな。やっぱりそういう話っていいよね。青春だね。さあどん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 聞かせて。落ち着け。ごめん。で、誰が好きなの？それは A 組のタケル君。そこ興奮するな。はい、ごめん。うっ、来ます。まさかの大かぶりでも楽しんどら。好きな人がかぶって気まずい空気が流れがち。好みまで同じなんかい。パパ。おい、ナシコどうした？なんだ、体調悪いのか？ちょっと熱出ちゃった。どうしよう。どうした？どうしたらいいんだ？こういう時は何を持ってきたらいいんだ？あ、そうか。絶対にやめて。命が逆に危なくなる。あ、そうか。じゃあ、とりあえず、冷えピタとかいろいろ買ってくるから、しっかり寝てなさい。あと帰ってきたらお粥とかヨーグルトとか作ってあげるから。作るのはお粥だけにしてほしいかな。ちょっとヨーグルトは怖い。じゃあ、行ってきます。ありがとう。数日後。もうすっかり元気になった。パパのおかげだよ。そうか。そうか。よく頑張ったな。ただの風邪から回復しただけでこんなに喜んでくれるなんて素敵な親を持ったもんだ。はあ、よかった。これでひとまずは一安心。パパ。なんか雲行きが怪しい。声が熱出ちゃった。どうしよう。だから違うってパパ。どちらかの風邪が治るとどちらかが風邪を引きがち。もらっちゃうのかな。そういえばもうスマホの料金確定してるはずよね。今月はスマホの料金どうなってるかしら。通話はあまりしてないしそんなに高くないと思うけど。2万。ただいま。ただいま。あれ、お母さん、どうしたの？そんな、背中に鬼人が宿ってるみたいな後ろ姿して。ボディービルの掛け声か、違うわ。どうしたの？何かあった？何かあったじゃないでしょ。ごめんよ。あんたたち、スマホちょっと高すぎない？何に使ってるの？いや、それは、スタンプとか。ったく、誰が払ってると思ってんのよ。ちょっとは節約しなさい。はい。ごめんなさい。あと、2人ともちょうど2万だったわよ。どこまで一緒なのよ、あんたたち。なんかごめん。意外なところで双子特有のお揃いを出してきがち。これはたまたますぎるだろ。カリオくんところは確か双子の娘さんだったよね。仲いいんでしょ？そうですね。高校は違うんですけど、休みの日は2人で遊びに行ったりしてますね。仲いいっすよ。いいね。うちはすぐに喧嘩になるんだよ。遊ぶなんてもってのほかだ。あら、そうなんですか。双子でもみんな一緒じゃないんですね。そうだな。仲良くしてくれる方がいいんだけどね。まあ親としてはそうですよね。はあ、なんだか考えてきたら胸が痛くなってきたな。ああ、いります？そっちじゃない、あの心の方。ああ、すみません。部長結構削られてるな。こりゃうちの娘たちには釘を刺しておかないと。一生仲良くいてくれと。双子は双子でも仲が良かったり悪かったりと多様でありがち。まあ、それそうだろうね。あれ、そういえばアリミはまだ帰ってこないのかしら。もうすぐ帰ってくるんじゃない？まあ、そっか。ナシコって一人でいると本当に静かなのよね。でも、ガチャ。ただいまー。マジ部活疲れた。あら、おかえり。よく頑張ったわね。ねえ、ナシコ、あの杉山って先生、マジうざくない？わかるわかる。いちいちメガネ触る人でしょ。喋り方とか、あと言ってくることとか、うざいよね。だよね。今日だって、部活の時になんか来てさ。うわ、めんどくさ。ほら、やっぱりいっぱい喋る。ちなみに、アリミも一緒です。二人とも仲いいんだな。一人だと静かだけど、二人になると一気にやかましくなりがち。ほのぼのエピソード。というわけで皆様、今回もご視聴ありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。